今回、ルミックスの GX7 とですね一緒に旅をして感じたことですけど、まあ、見た目がかっこいいのでそのやっぱり車欲が湧くっていうんですかね、すごくいいカメラだと思いますし、僕がよく使った機能っていうのがやっぱりあの例えばダイナミックモノクロームだったりラフモノクローム、あとはシルキーモノクロームですかね、その3つが非常に香港の雰囲気に似合うっていうのがあのいいですね。あとフィルムを変えるように自分の色を作れるっていうのはすごくあの魅力的なカメラだと思います。特にですね、今回香港、夏の香港で撮影したんですけれども、あの直射日光がやっぱり強くてですね、やっぱりかなり液晶モニターは積んでるんですけれども、やっぱり見えづらい時ってあったんですね。なんですけれども、やっぱりこの可動式の EVF が非常に見やすかったので、あのローアングルもどのタイミングでもできましたし、ピント位置もすごい見やすいですし、非常に助かりました。今回夜景も撮りましたけれども、あの夜でもしっかりピントが合います。全く問題なかったですね。そうですね、今までのルミックスの使いやすさをあの、まあ、そのまま引き継いでいるので、まあ、今まで使ったユーザーの方もあの普通に使えるんじゃないかな。また海外に行くときはですね、必ず GX7 と、旅に出たいと思います。